はい、久しぶりに放送いたします。ゆうご .tv でございます。ご無沙汰しております。佐久間ゆうごです。はい。まあ、早くも夏も中盤戦ということで、はい。久しぶりにゆうご .tv を配信していきたいと思います。カミカミですが、まあ、夏のなんかお祭りとか、そういう行事ごとの動画は、この間アップしたんですが、この人生に役立つ情報を配信していくという本来のこの番組の趣旨、こちらを忘れずに、また一から新たな気持ちで、自分も30歳になったので、新しい気持ちで人生に役立つ情報をインプットしながら同時にアウトプットしていって、何か学んでいけたらなと思います。はい。それでは本日のお題を早速読んでいきます。今日のお題は、人生とは心を磨くための一人旅。こちらを今から読んでいきます。まあ、朗読みたいなもんですね。初めて読むんで、カミカミになるかもしれないですが、読めない漢字もあるかもしれませんが、その辺はご了承ください。それでは、人生とは心をきれいにするための一人旅です。私たちは、まず、たった一人でこの世に誕生してきました。何が目的で、この世に誕生したというかと、人という存在として心をきれいに磨くために生まれてきたのです。優しさや愛、情熱や感動に気づくために、改めてこの世に命を預かったのです。この世はそのものが心をきれいにするための大きな磨き石になっているようなものです。大変で辛いことばかりの人生です。何もしなければ食べてはいけず、死んでしまいます。この世で生きていくために汗を流して働いて仕事をします。一人で生きるには寂しいから友人を作ります。愛する人がいないと愛を感じられないから愛する人と結婚します。こうして私たちは生きるためにせっせと働くのです。しかし、働けば働くほど辛いことも出てきます。友人と仲良くするばかりではなく、時には喧嘩もしてしまいます。結婚すればしたで、一緒に生活するために2人で協力、あるいは家族ぐるみで協力しなければなりません。子供が生まれれば、今度は子育てです。ハードルを乗り越えれば次のハードルがあり、そのハードルを越えればさらにまたハードルが待ち構えています。いつまで経ってもハードルが次から次へと出てき、この世に楽になれるところなんてないようです。この世こそ地獄ではないかと思えるほどです。しかし、考え方を変えましょう。辛いことがあるのは、あなたの心をきれいに磨くために存在するのです。仕事で辛いことがあったりするのは、仕事を通して自分を磨くためです。人間関係でも揉めてしまうのは、人を通して人とのやり取りを勉強するためです。恋人と喧嘩をしてしまうのは、愛について考えるためです。子育てで苦労することがあっても、子供を通して愛を学ぶためです。何かトラブルがあるのは、その大切さに気づいてもらうために存在しているのです。今日の格言。心を磨くために生きる。なるほどね。何か、まあ、原因と結果みたいな感じなんですかね。恋人と喧嘩をしてしまうのは愛について考えるため、子育てで苦労するのは子供を通して愛を学ぶため、何かをすることによって何かを学ぶきっかけが与えられるみたいな感じなんですかね。